演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、ミスタードーナツからあなたに発売された夢のポンデリングを食べたいと思います。こういう名前だった。あとそれといつもの au スマートパスクーポンで買ったポンデコクト、やっぱりポンデ用を比較するならポンデ用の方が読んでポン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 ってなんか某ポイントカードのキャラクター7ポイント名みたいな、まあミスタードーナツで提携しているポイントはそのポン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 ポイントではなくて楽天ポイントですけど、で、まあ黒糖なんですけど、普通のやつのリニューアルした時にちょっと食べていますので、その時の動画はこちらからその時にレビューしています。なので今日は黒糖にしました。こちらは確かナッツとチョコクランチ、クリームとホイップ&カスタードとストロベリーだったかな。で、ココナッツクランチとゴールデンクランチ。なんか、オールドファッション、あれオールドファッションだっけ、エンゼルフレンチだったっけ、インストドーナツ。なんか、そういうドーナツありましたよね、これは。それをポンデリングにかけたっていうことなんでしょうね。では、まあ、新商品になるんですけど、やっぱり、ベースとなるものが欲しいので、この黒糖からいただきたいと思います。では、いただきます。黒糖はやっぱりさっぱりもちもち、シュガーよりもこっちの方がいいかもしれませんね、この生地は。続いてはチョコ&ナッツクランチ。ザクザクチョコが美味しい。でもちょっとナッツが控えめすぎ。もうちょっとナッツの香ばしさも感じたいな、せっかく生地が美味しいのに。続きましてはストロベリー&カスターホイップ、2種類のクリーム。あれ、カスタードは、あ、しっかり感じられた。見た目いないのに。ストロベリーの甘酸っぱさもいい。ラストはゴールデン&ココナッツクランチ。やっぱりこれももちもち生地とよく合う。あわ、今までのココナッツより甘みが強いぞ。これゴールデンクランチの方は今までと変わらないかな。よし、決まった。最初に食べたポンデ黒糖は以前食べたグレーズだと、やっぱグレーズがかかっているのがゆえなのか、ちょっともっちり感が足りないかなと思ってしまった部分があるのですが、こちらは以前よりガン生地の弾力があるということをダイレクトに感じることができました。グレーズよりも黒糖の方が生地との相性が良かったのかもしれませんね。もちもちっとした弾力がさらに増していて美味しかったので、こちらの提出とさせていただきます。まあ、以前もレビューしたのですが、リニューアルということで改めてレビューしていきますね。で、これをベースとした上で踏まえて考えると、新たに発売された3種類のポンデリングはどれもそのもちもちとした生地の上に乗っている共通のクランチがザクザクっとした心地よい音を奏でてくれて、弾力のある生地とよく合っていました。まずクランチはどれも美味しかったです。その上で最初に食べたナッツとチョコは、ナッツの香ばしさはちょっと足りなかったかなという部分があって、かなりチョコが勝っていましたね。なのでチョコレートクランチドーナツとして考えるとかなり美味しかったのですが、ちょっと他2つに比べて劣ってしまうような感じがしましたので、こちらの点数とさせていただきます。2つ目食べたストロベリークランチとスタードホイップクリームは、中に入っているクリームの味がきちんと感じられて、一見するとカスタードどこって思ってしまったんですけど、しっかりと噛み締めていくうちにカスタードの濃厚な卵の風味も感じることができました。いちごチョコの甘酸っぱさもしっかりそれを引き出していって感じることができて美味しかったです。これが一番今回の中では美味しかったですので、こちらの点数とさせていただきます。で、最後に食べたココナッツクランチとゴールデンクランチは、ココナッツクランチの味がしっかりと口の中で広がってきましたね。ココナッツドーナツとかありましたけど、それよりも生地との相性がいいのか、さらにココナッツの甘さを感じることができました。ゴールデンクランチはやっぱり最初のナッツの上にちょっとチョコレートが勝ってる感がありますね。まあ、ゴールデンクランチのゴールデンの部分に味ってあまりなかったような気もしますが、なので全編ココナッツだったらそっちの方がより良かったかなと思える部分がありましたので、これもこちらの点数とさせていただきます。というわけで、まあどれも美味しかったですね。新ポンデリング、これからもいろいろ出てきてくれることを期待します。本当にちょっとお疲れでした。それでは、建国記念日、水流れるかな、祝福の、その水もきっと祝福しているのでしょう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。